はい、レール2本目、インターバル 20m 今日。はい、ちょっと待って、他のチームの人がさ、いたら先に行ってもらって。いない？先行ってもらって。はい、カイラー、しっかり動く動く、そう、動く、オッケー、動く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 。はい、アイカー、いいぞー。しっかり腰高いところに上げろ、しっかり腰高いところに。いいな。なんだお前。はい、アイカー、夏美、もっとしっかり動け、腰高いところ上げて、常に腰高のポジションだぞ。前に誰かいる？一人。ちょっと待ってね。レオン？レオン？よく動けてたけれども、もうちょいしっかり腰高のポジションを作るときに前に出てくるように意識しろ。いい、真上じゃなくて前に向かって動いてくるように意識だぞ。はい、ちょっと待ってね。はい、あれ、はい、レオン2本目。はい、前に動け、前前前、はい、動く。はい、ちょっと待って、ライム、前に誰か選手いる？一人います。オッケー、ライム、ちょっと動くの遅いよ、もうちょい早く動け、もうちょい早く。いいな。はい、はい、ライム、はい、やみその、まさたか、腰高いとか上がってないぞ、しっかり上げる、腰を高いところに。はい、よし、今日は足首入ってるね。そう、体内側入れない。他のチームの選手が全員2本滑り終わったらコース整備、ちょっとレール自分で聞いて。もうちょい前に出てこい。はい、レオン、前に向かって、そう、せーの、はいはい、
待って、はい、オッケー。おい、何やってんだよ。ねえ、ビデオ撮ってるから間に誰か入ってもらうか待つかして、こっちから OK 言うまで待って。レオン、今の外れ方したらお前はもう自分より行けないよ。ねえ、それでいいんですか。もうあれは気持ちの問題だと思うよ。なんで入れなかった。なんか、すごいなんか恐竜に体が、なんか足とか、はい、次いいよ。ここで怪我したの。怪我したら大会でやめる。やめないだろ。前に向かって出てこないとターンの前半が出てこないんだよ。真上じゃなくて前。 OK、 はい、はい、ちょっと待って。はい、夏美いいよ。はい、夏美。レイル、スキーがさ下に向いた瞬間にもっとしっかり荷重してごらん。下に向いた瞬間に、わかった。物を立てて、で、ね、下に向いたらすぐに荷重。アイカ、ちょっと待ってて。夏美はポールから遠すぎ、ちょっと。はい、アイカいいよ。はい、か夏美、はい、ライム、3本目。カノンです、お願いします。はい、カノン、ちょっと待って、前に誰かいる。長いよ、ライム。ライム、ちょっと待ってろ。カノン、外腰だ、外腰の向き、いい。これをしっかり次の方向に向けながらターン入ってくる、いい。そこしっかり意識だよ、ちょっと待って。で、ターン中は内足引き続ける、いい。すねのところがツーンとなるぐらいやってくるんだぞ。はいよ。はい、なんでさ、ライム、今のでも遠いだろ。はい、なんだと思う。なんで遠くなっちゃうと思う。乗りすぎ。そう、乗りすぎなんだよ。行かないけど。はい、ちょっと待って。はい、その足を伸ばしてしっかり捉えたぞ、いいな。で、その時に体内側入れない、いいね。で、足、内足も引き続ける、しっかり処理してこい。はい、その3本目。お、ライアン来たか。あ、どこ行った。ライアン、ちょっと待ってね。はい、ライアンさ、はい、あの、いつもなんて言われてる、解説コーチに。頭が中入ってる、外端に力が乗ってないって言われる。頭が内側にこう倒れちゃってんだろ。はい、だからさ、少し頭の位置、外スキーの真上ぐらいにしてみたら。はい、言ってる意味わかる。はい、こう、おい、おい、はい、レオン、スーパーシーダメだって、コースに入んないんだよ、危ないから。
なんでそのズラナさんがしちゃいけないの。ポタ。高梨沙羅のワンピース買うよ。ポタです。なんでランダム。はい、夏美ちょっと待ってて。はい、夏美、夏美やっぱ内足の小指側しっかり使っていこう。内足の支えをなくしながらターン入っていく感じだ。いい、内足を立てて支えを、使ってるといつまでもやっぱり外スキー使えないし角が外れないからさ、ね、内足の支えをスッと外してね、やってみようよ。そう、いい、それをしっかり意識しながらやっとこい。スキーが下に向くまでは体下に向けてね、高いポジション作っとく。いいね。はい。だから。よし、はい、いいぞ。もっと元気よく動け。もっと元気よく動けるぞ。遅れる。オッケー。こんで止めすぎだよ。動いてこなきゃ。ルール変わりそう。はい、カイラちょっと待ってて。あ、なるほどね。なんか減点にすればいいとかそういう話もあってね。あの無効にしないでね。カイラが動いてこなきゃこうやって。ああ、なるほどね。この状態でキープって大事だよ。カイラは外スキー離れすぎ。もっと体の下から使ってこなきゃ。そう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 、下に向いたらすぐ。そんなに次言われてもわかんない。いいのいいか、重心の移動ね。うん、よくなったね。いいよ。はい、ちょっと待って。伸ばすときに体が外に向かないように気をつけて。ミノがゴールしたらいいよ。いやーい。あー、転んだ。ミノ。カズとは2の見える。外腰の向きね、外腰の向き。いい、その辺意識して。ちょっと待ってね。はい。で、足を、あ、いいや。とりあえずさっきの向き意識しながら行ってみろ。ラインはしっかり、はい、あのスルーの次ね、振ってあるあって外引っ張られるの分かんないから内側にガツンとしっかり気合入れて来い。乗りすぎ。アンジュは。おさっきなんつった？あ、ちょっと足を感じてみた。今のでも乗りすぎだよ。全然乗りすぎ、今の。だってさ、近づいていけないでしょ。どう？そうだ、ちょっと待って。でしょ？乗りすぎなんだよ、やっぱり。カズト、せっかくいい雰囲気で来てるのにもったいないよ。あれ動かせないか、体。いただきます。はい、味噌のいいよ。次行けるじゃん。スキーずらさないように我慢だぞ。ミスとかよくやってるじゃん。今日も、いや、スルーのところ待て待て、次スルーじゃなくてスルーし、乗せて上からドーンと入れなきゃ。スルー、まあ、次乗せて、ミスをしっかり入れて乗せて、はい、次上からって。タイミング違うよね。スルー待ちすぎる。だいたいもうターンのポジションじゃないもん、すべてが。この内側、フリーでできるのになんでゲートになるとそんなならないかな。動きの角をしっかり決めてやっと、しっかり早く、これだけでいいのかな、これだけで。で、外、外、インサイド、外。はい、レール午後1本目。さあ、午前中よりも振り幅大きいよ。
しっかり動きながらやらないとやっぱりどん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 詰まってくるぞ。いいね、ちょっと待って。はい、はい、はい、ちょっと待って、動け、動く。ライム、午前中よりもだいぶちょっと上振り幅取ってあるからね。はい、しっかり意識すべきことして。カノンです、お願いします。カノン、体の向きしっかり意識しないとどんどんあぶれてくるからね、このセットは。いい、午前中よりもだいぶ振り幅取ってあるからね。はい、しっかり意識だよ。はい、ちょっと待って。はい、うわ、ぶれる。はい、カノン、お願いします。ちょっと待って、はい、ミソの、はい、ちょっと待って、ここまではいいよ。よし、うん、はい、よ、お願いします。はい、あゆか、ちょっと待ってて。よし、ちょっと待って、夏美、なあ、ぶれる。なんでなずみそんな外側行くんだよ。はい、ちょっと待ってね、カエラ。はい、レール2本目。はい、集中して滑れ。何を意識してくる？展開して早く滑ります。はい、カエラ、2本目。はい、はい、ライブです、お願いします。はい、ライムいいか、集中してしっかり滑れよ。何意識してくる？先生、タイムを短くしてご対応したいと思います。オッケー、ないぞ。カノンです、お願いします。カノン、集中して滑れよ。何意識してくる？体回さない。体が開かないように滑ることを意識したい。オッケー、しっかり集中してこい。ライム、体回ってるぞ。みその、何意識してくる？手足を引くことと、あと、外足上げてる、外手を上げないようにすることです。うん、その辺やるだけで全然違うと思うよ。あとはお前はしっかり集中してくる。いいね、集中力足りないぞ。もうカノンいいぞ。オッケーオッケーオッケー、よし、集中だよ、集中。集中力がなくなると滑りに出るよ。はい。はい、夏美、何意識して？
はい、しっかり集中して滑ってこいよ。ちょっと待ってね。レオンいいね、オッケー。はい、いいよ、オッケー。何を意識して滑るかな、相川。そうだね、その辺しっかり意識してやればいいかと思います。はい、頑張ってね。ちょっと待って。うん、夏見良くなったね。はい、はい、OK、いいよ。はい、カノン3本目。ライムです。ライムの方。はい、ライムはどういう風に行くかな。ポタルの部屋、あなたが回らないようにと、そのまま入るように切り返しを早くすることです。そうだよ、トップ選手との差は体がローテーションするかどうか、そこしっかり意識してこい。はい。待って、体回ってんだよお前。それは回ってる回ってる。カノン、もうちょい前に向かってもも立ててみ。前にこっち方向に向かって立ち上がりながら、うん、今上じゃなくてもうちょい前に向かってこい、うん、オッケー。上は良かったよ、うん、はいよ、次どうぞ。ライム、これ体回ってんだよ。はい、ちょっと待ってて。だってライム、体回ってるよ、それ。体回ってる、本当に回ってる。だってあそこまでローテーションしたらそれは外にあぶれるよ。だって前半出てこないんだもん、あれじゃあ。あんなに体回っちゃったらやっぱりスキーと体が整体しちゃってるから、体前半やっぱり体開くしかなくなるんだよ。やっぱ体フォールライン方向にずっと向けとくんだよ。はい、はい、レール、ああガイラか。 OK、 ちょっと待ってろ。あの他のチームの選手いたら先行ってもらって、俺ちょっとこれ1本ビデオ撮りたいんだ。いいぞ夏美、もっと元気よくだ。夏美じゃねえ、愛か。もっと元気よく上下にしっかり動け。はい、いよ。いない、誰も。うちしかいないか。はい、ちょっと待ってて。はい、じゃあカエラさ、あの何を意識してくるかな。集中してほしいけれども。はい、はい、じゃなくてよ、何をやってくるんだっつうの。レイルはスキー振っちゃダメだよ。スキーが下に向いた瞬間にすぐに荷重し始めないとだよ。意識してくることは、下に板が向いた時に荷重することです。 OK、 あとはレイルはしっかり集中してきなさい。いい、試合前に怪我することになるよ、集中してないと。はい、こう帰らいいね、よし。はい、次どうぞ。いただきます。はい、何を意識していきますか。カエラいいぞ、ちょっとカーブターン後半体回りすぎだ。それだけ。データからのように気をつけます。オッケー、はい、はい、はい。あとはミソノは集中してやってくる。しっかり集中力が足りないと全部滑りに出るぞ。いい、はい、はい、ちょっと待ってね。他のチームの選手来たら先行ってもらって、うちビデオ撮ってるから。はい、次いいよ。
たり打たれたりしてたんで、スタンスを一応意識してきます。 OK、 しっかり意識してこいよ。はい、うん、そうそう、それぐらいスキーずらさないでこい。ライアン、はい、もうちょい外側にこう傾きながら来てみ。内に傾くのは絶対いらないからさ、外に傾いてスキーが戻ってくるの待つんだよ。それぐらいでやってごらん。はい、いいよ。はい、次いいよ。はい、レオン、どうだ、みその。結構今のは痛かったんだけど。うん、そうだね。スキー振らないでいけたね。で、一回振ってる場面あったぞ。一回だけ。スルーの。そう、そこ。やっぱその一回で、やっぱり差がついてきちゃうんだぞ。はい。オッケー。もうその精度どんどん上げていきなさい。はい。オッケー。はい、行こう。はい、次オッケー。抜け。ねえ、抜けない。え、あ、抜けた。